ピュリッツ条約は1493年3月26日と28日に締結されたポメラニア公国の法的地位と継承に関するグライフ家とホーエンツォレルン家の条約。ホーエンツォレルン家のブランデンブルク選定公、ヨハン2世が3月26日にピュリッツでポメラニア公国を報道とする主張を取り下げ、その代償としてポメラニア公ボギスラフ10世は 3月28日にケーニヒスベルクでグライフ家が断絶した場合のブランデンブルクの継承権を認めた。条約はボギスラフ十世の外交政策で最も重大な成果であった。ピュリッツ条約は1529年のグリモニッツ条約で修正、再確認された。15世紀、ブランデンブルク選定公領とポメラニア広告間の長きにわたる紛争が 再び勃発した。ホーエンツォレルン家のブランデンブルク選定公領が、ポメラニア公国を、自国の報道であると主張。一方のグライフ家は、帝国直属と主張した。また国境紛争も抱えており、たびたび戦争にも発展した。ポメラニア公ボギスラフ10世1464年、ポメラニア公、夫3世が死去したことで紛争が激化した。彼の領地である。 ポンメルンシュテッティンに継承者がいなかったのである。グライフ家での親族も、ホーエンツォレルン家も継承権を主張した。結果としては、両家が妥協し、1466年のゾルディン条約では、グライフ家がブランデンブルクの報道として、ポンメルンシュテッティンを統治することが定められた。しかし、条約は履行されず、両家は戦争を選んだ。 戦争は1472年のプレンツラウ条約で一時的に終結、グライフ家が領土を割譲、ブランデンブルクを創始と認め、さらにブランデンブルクの継承権を受け入れなければならなかった。しかし、戦争は完全には終結せず1477年に再び勃発した。戦争はブランデンブルクに有利な形で終結。 ボメラニア諸公が1464年、1474年、1478年に相次いで死去したこともあり唯一存命していたボメラニア公、ボギスラフ十世は1479年のプレンツラウ条約で1472年の条約を承認、更新した。ボギスラフ十世は1479年にブランデンブルク選定公、 アルブレヒト3世に忠誠を誓ったが、その息子ヨハン2世が選定校に即位した時は忠誠の誓いを拒否した。ブランデンブルク選定校、フリードリヒ2世の娘で1477年にボギスラフ10世と結婚した、マルガレーテフォン・ブランデンブルクはいとこにあたるヨハン2世と良好な関係を維持したにもかかわらず夫の行動を支持した。しかし、 ボギスラフ10世とマルガレーテの間に子供は生まれず、ボギスラフ10世はマルガレーテが解任を防ぐために何かしたと疑った。マルガレーテが1489年に死去すると、ボギスラフは翌年にポーランド王家のアンナヤギエロンカと結婚した。ピュリーツ条約が締結された時点でアンナは妊娠していたものの、継承者となる男子はまだ生まれていなかった。 ブランデンブルク選定校、ヨハン2世は、グライフ家が、ポメラニア公国を報道として、ホーエンツォレルン家から受け取らなくても良いことと、ポメラニア公が、ブランデンブルク選定校に忠誠を誓わなくても良い、ことを受け入れた。その代償として、ポメラニア公ボギスラフ10世は、グライフ家が断絶した場合のホーエンツォレルン家の継承権を保障した。 ヨハン2世は1493年3月26日にポメラニアのピュリッツで条約を受け入れ、ボギスラフは28日にプロイセン公国のケーニヒスベルクで条約を受け入れた。ブランデンブルクによるポメラニアの継承権は、ポメラニアの聖職者と地主150人の先制で確認された。1493年4月11日のゲオルク一世誕生を皮切りに、 ボギスラフ10世とアンナヤギエロンカの間で子供が次々と生まれてきたためブランデンブルクが直近にポメラニアを継承する望みはつえた。1495年にボギスラフ10世がボルムス帝国議会に招かれた時、ヨハン2世はボギスラフ10世への招待状を途中で奪った。ヨハン2世もボギスラフ10世も議会に出席しなかったものの ヨハン二世はあらかじめ自身の代表である弟がポメラニア広告を正式に報道として受け取るように手を打った。その後、ボギスラフ十世はたびたび皇帝マクシミリアン一世に連絡し、自身がポメラニア広告を報道として受け取れるよう申し立てた。マクシミリアン一世の後継者カール五世は五百二十一年のボルムス帝国議会でポメラニア広告を報道として、 ヨハン2世の後継者、ヨアヒム1世とボギスラフ10世の両方に授け、広告の税金をホーエンツォレルン家とグライフ家から同時に徴収しようとした。しかし、ボギスラフ10世はオーバーザクセンクライスに組み入れられ、帝国議会で一議席と一票を得た。これは、ブランデンブルクが1522年にニュルンベルクで反対したにもかかわらずである。 ブランデンブルク戦帝校、ヨアヒム一世、ボギスラフ十世が1523年に死去した後も、ブランデンブルクポメラニア紛争は、ヨアヒム一世と、ボギスラフ十世の息子ゲオルク一世とバルニム十一世の間で継続したが、この紛争は外交で解決された。1526年、ポメラニア諸公が、シュパイアー帝国議会に招かれると、ヨアヒム一世が介入した。 ポメラニアの紛争はシュパイアーで討議され、その後は帝国諸侯が紛争を調停した。そして1529年のグリムニッツ条約でピュリッツ条約が修正、確認され、紛争がようやく解決された。グリムニッツ条約ではポメラニアが帝国直属であると定められたが、ポメラニア公の公式序任には必ず、 ブランデンブルク選定校が出席しなければならず、序認式の途中にポメラニアの旗に触れることも許可された。さらにブランデンブルク選定校は、ポメラニア校が居合わせていない場合に、ポメラニア校の称号を使用することも許可された。1637年にグライフや最後のポメラニア、公ボギスラフ14世が死去した時、グリムニッツ条約の継承条項が発動されるはずだったが、 ボギスラフ14世が1630年にスウェーデンとシュテッティン条約を締結しており、1637年時点でポメラニアが優勢のスウェーデン軍に占領されていたため、ブランデンブルク・ポメラニア戦争は、ホーエン・ツォレルン家とスウェーデン王家の間で継続した。ありがとうございます。